はい、えー、速乾塾の久保です。日本にお住まいの、そして世界中のカルダのファンの皆様、1月21日、サンデースワップがベータ版、ローンチされましたね。これによって、カルダノの期待値が高まり、価格がぐっと上がったことを皆さんも確認されたんではないかなと思います、えー。このサンデースワップなんですけども、一体どういうものかってことが簡単に説明されてますので、私もね、この動画を通じて皆さんにお知らせしたいと思います。えー、分散型企業ってご存知ですかね あれに関わるものなんですけども、私が以前からね、ディファイっていうのを講義の中でやりかけたんだけどやめちゃったっていうことがあったと思いますけども、これ何度もね、そういうことになったんですけども、これはね、まあ、あの、イーサリウムをベースとした分散型金融を粛々と取り込むよりも、カルダノの分散型金融をもっともっと掘り込んだ方がいいかなと思ったんで、方針転換したんですよ。まあ、その入り口がサンデースタップだと思っていただいてもいいんじゃないかなと思います。それではね、 サンデースワップについて説明された文章がありますのでそちらの方を読みながら皆様にお話していこうかと思います。こういうふうになっています。サンデースワップは体のブロックチェーンを基盤にして開発された分散型取引所でありユーザーは私たちですよ。公式サイトで自分のウォレットを接続することによって体のブロックチェーンを基盤とした様々なトークンを自由に売買したり流動性を提供して 報酬を獲得したりすするるこことととがでできるということなんですよつまり私たちはカルダノを持ってますよね。ステーキングプールに預けてますよね。委任,委任してますよね。じゃあこのウォレットとこのサンデースアップ、これを接続することによってですね、私たち独自のトークンを作り出すことができるんですよ。そしてそれを売買することができます。もちろん価値のないトークンには価格がつきませんので、それなりのプロジェクトや展望、そして自分の知名度ってものが必要になってきますけども、さあでもね、これから 様々な商品や価値を提供することによってその流動性を持って私たちは報酬を受け取ることもできますしこの暗号通貨という市場カルダノを使って足場を強化することができるということになります、まあ、今はね、ちょっと抽象的な言い方になりますけども私もこれにね取り組んで一体どういうものがこの暗号通貨市場ブロックチェン市場にこのサンデースワップを通じてですね、展開していけるのかということをお見せしていこうかと思います まあそれが私の DeFi の取り組み方かなっていうところに総括されるわけなんですよね、まあ、このことについて私もねまだ理解されてできてないところが多いんで、えー、日を追って順を追って今年いっぱいかけて皆さんと一緒に学んでいこうかと思いますもしよろしかったらねこのサンデースワップ、えー、後ほど研究会などを作って進めていこうかと思いますのでご期待くださいということでございますそれではね今後も引き続きステーキングプールの運営者のリピさんと この,体のを楽ししんでいきましょう2022年このねサンデースアップによって体のはさらにパワーアップしますよ。ご期待ください。それでは失礼します。